雷電池客折り雨乞いは埼玉県鶴ヶ島市に伝わる雨乞い行事。巨大な蛇体を作って練り歩き、雷電池へ導くことで幸運を祈願する。かつては干ばつの年に行われていたが、近隣の住宅地下と専業廊下の減少によって途絶の危機に瀕し、1976年以降は4年に一度行うことで保存継承を図っている。 1976年に指定無形文化財2005年に国の選択無形民族文化財に選択された。また2000年5月5日には埼玉新聞社の21世紀に残したい埼玉ふるさと自慢100選に選出された。なお次回は2020年9月13日開催予定であったが新型コロナウイルス感染拡大防止のため 開催の見送りが決定した。次回開催は未定である。竹や麦わらを用いて作られる蛇体は、竜蛇と称し、長さ36メートル、重さ3トンになる巨大なものである。かつて足織村の鎮守であった白髭神社で祈祷を行い、途中禅のうじを経由して、およそ2キロメートルの皇帝を練り歩いて、足織5丁目の雷電池に至る。龍蛇は、 板倉雷電神社の神髄と共に池に導かれた、後、担ぎ手により解体され、その一部を持ち帰れば甲が訪れるとされる。かつて雷電池には雷や雨を司るオロチが住んでおり、ほとりの雷電車に祈れば必ず雨が降ると言われていた。しかし、関永年間の神殿開発により池は狭くなり、オロチが上州板倉に移ってしまったため、 以後は、雨乞いの効果がなくなってしまった。そこで、板倉雷ら伝神社で、幸雨祈願をして、そこの池の水を持ち帰ったところ、たちまち空が曇り上がって雨が降ったという、ありがとうございます。